お疲れ様です、マフィーです。今日もシーズンマッチでいきたいと思います。無補正ですね。使っていくのがこのエンマエリメヒストですね。エンマ大王、このスキルコンもね、両方リンク条件もなければ吸収してから特殊ダメージっていう感じでね、なかなか使いやすい性能となっているということで、これはこれで強い。この間ね、あのミューズがめっちゃ強いって話したと思うんですけど、エンマもめっちゃ強いです。で、一応ね、メヒに入るかどうかっていう話、まあ、結構自分ね、メヒスト何回か使ってきたことある自分の身から言うと、まあ、個人的には入れてもいいよみたいな感じそうだな、正直ライバルは結構多いですね。最近の環境だと僕はアルテミス派なんですよ。アルテミス入れてバフタイムもね、しっかり見れるみたいな感じにしたいんですけども、まあ、全然こっちもありですね。マデッキ対面マフェリアも復活してるんでね、エンマ大王のこの吸収でね、結構イモれるところもあるんで、エンマでも悪くはないですね。で、あと、まあ、エンマの強いところはこの吸収してから特殊っていうね、アドの取り方、メヒストにしてはね、相当アド取れるんですよ。ハデスと同じだけの5000アドっていうのを、ハデスじゃなくてもね、そのハデスってマタンじゃないと使えないところを、こいつはメヒストでも使えるということで非常に強いんですが、ただ、まあ、ヨダメが若干減るのとかね、いろいろと弱点もありますね。うん、まあでも強いのは間違いない。なんで個人的にはハデスとアレスかな、ハデス、アレスレベルの駒かなと思います。で、まあ、メヒだったらアレスの方がいいのかなとかもちょっと思ってますね。あれだ、暗黒対面とか、あと吸収対面とかでダメージ出せるかどうかって結構大事なんでね。なんですけど、まあいいんじゃないかなと思います。やっていきましょう。これはこれで悪くない。メヒってね、この吸収っていうのは割とマッチするんでね。ただ環境を考えると、まあ、削るか、アルテミスでイモるかみたいな、そういうところがね、個人的にいいかなと思いますね。はい。なんですけどね、今後マフェリアが環境にがっつり入ってくるようなことがあれば、エンマダイもありだと思いますね。あとミラーで強いね。メヒストミラーだとこの吸収入るか減らないかっていうアドバンテージの取り合いなんで、メヒストとかマフェリに対しては非常に強いと思いますね。なんで、まあ、アレス、ハデスレベルの駒かなと思います。うわ、エギラリーダー来た。まずいな。いや、まあ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 、エギラリーダーね、ホケ吐く。一旦これリリティいらないか。リリティ捨てまして、でミサトとヴィーナスしっかり持っといてって感じなんですけども、うん、エンマ強いですよ。エンマ強い。マタンにも使えるし、メヒストにも入れようと思えば入れれるし、強い。だが、絶妙ですね。なんか吸収と特殊っていう、なかなか絶妙な性能かなと思いますね。いらっしゃいませ。ラン。まあ、一応エンドガ持っとくか。一応エンドガ持っといて、リサと切りまして。で、HP 低いな。B ゴマ入ってんかな。わかんない。だからまあ、ミューズと、エンマが当たりなのかな。あ、でもエンマね、おすすめしたいところがあってね。正直言うとね、あれなんですよ、使いやすいですね、うん、使いやすさだったらかなり、まあ、入るかな、なんか上の方に入るかなと思いますね。起きた。よしよし、エンマ来ましたね。使いやすいですね。使いやすいし、計算もしやすいしみたいな。まあそういったらアレスもそうか。まあその、そうですね、本当に好み、正直エンマでもいいしアレスでもいいみたいな感じで、もうどっちでもいいんじゃないかなと思いますね。まあ絶妙ですね、絶妙。エンマじゃないといけないってこともなければ、アレスじゃないといけないってところもあるし、絶妙ですね。個人的に本当に絶妙な駒かな、絶妙な駒かなと思いますね。よいしょ、よいしょ。まあ吸収と暗黒対面考えたらアレスの方が個人的に好きなんですけど、マフィリとメヒスト対面考えたらこっちでもあり。おお、使われた。まあでもこれね、マシ、クイナ打たれる方が個人的に嫌なんで、そいつの方がマシですね。はい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 。いやー、これちょっとしんどいな。よいしょ。サイクルがね、ビーナス切ったでしょ。でもトールドバイスまだあるし、まだなんとかなりますね。相手ロック1枚切ってて、もう1枚ロックある口か、これは。わからんけど。倒すが1枚怖い。あー、なるほど。はい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 。さあ、これ変身、ワンチャン右下、ダメだ。ダメだな。それ調子乗りすぎやな。やめとこう。調子乗っちゃいけません。なんでここは、春で一旦こっち打ちますよね。この守護者美味しい。コンボね、2倍出るんですけど、吸収じゃないんで。守護者は美味しいですね。さあ、変身と。お互いに変身合戦。アドバンテージ取れましたね。こっちの HP 割とあるんで。OKOK。それめっちゃ美味しい。で、ここに通るなんてぶちかました暁には次のターンエンデガでね、あれしたいんですけど。いいね、いいね、いいね。コンボバフじゃん。ありがとうございます。よいしょ。さあ、一応5枚返しになってるんでね。エンデガ5枚でぶちかましたいんですが、6790だっけ。あー、ちょっと待って。1.728 倍だもんな。あー、いや、どうだっけ。あー、なるほど。でもこれ飛ぶんとちゃいますか。私、これ飛ばしちゃいますよ。行っちゃいますよ。あ、でも 1.8 倍。あ、じゃあ 1.728 倍か。まあいいや。行っちゃおう。これ行かないやつおらん。
よいしょ。まあ毒も入るし、これ普通に飛べても思いますね。行ってこい。ニュニュニュ、オッケー。よし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 。これは美味しかったですね。カードに打ってくれたんでダブコン決まったっていう感じです。よし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 。ただエンマの削りもあったんでね、しっかりエンマ大王も活躍してくれてよかったかなと思います。よいしょ。あ、強い強いのは間違いない。ががって感じ。他にも強いやつもいるって感じですね。間違いなく強いが、なんかこいつじゃないといけないっていうほどでもないかな。必須級ではないっていうのが自分の感想ですね。ただあれなんですよ、これカップ戦で強いかもしれん。アレスと一緒に投資でマイナスされるんですよ。投資マイナスでエンマアレスみたいな組まれたらちょっと厄介だと思いますね。こういうのが来たらやだ。あー、さあ来た来た来た。こういうデネブリーダーもね、ちょっと嫌な感じなんですが、よろしくお願いしますと。オーラは引いてんのか、やべえな。オーラ引かれてなかったらまだなんとかなるんだけど、そしてこのランタイの火力マジで絶望感が絶望感やべえ。どうしよう、これ夏ブラック切るか。よいしょ。あ、待って、間違えた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 。なんで夏ブラック切ったんだ、これ取られておるやん。ミスったミスった。でもいいや、ワンチャンミサトぶちかますよ。まあ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 、オッケー。貫通切る、貫通切っていく。だが貫通切るが、そこで雑に貫通切るっていうのは逆に怪しさの証でもある。怖いよ。一旦ミサト打ちます。よいしょ。さあこれで貫通持ってなかったら、このブラジェ取るのね、ちょっとこうしんどいみたいな感じなんですけど、頼む。オーラ引いてんだったら貫通ないでしょ。やめて、絶対やめて。オッケー、貫通なきゃ。いや、でも痛いな、でも痛い、でもそれしんどい、やばいやばいやばい。で元から持ってる駒で、フェリア持ってたらフェリア打てる、フェリア持ってない、はい、オッケーオッケーオッケー。これ強いね、これ強い。よし。だが、角から打つ余裕ないな。一旦こっち打ちますか。これで相手の竜駒が減るんでね、このターン一旦耐えれる状況だけ作っときまして、でこれで火力出します。よしよしよし、オッケー。で吸収入れれるのと、次ロック打てるんで、ワンチャンにて耐える、ワンチャンにて耐えるよ。あー、これ消化の場所大事。あー、そこか。まあでもこれちょっとそいつ取らないといけませんね。はい、ヴィーナス引いていく。ロック打ちますか。ロック打って、で次のターンでね、次のターンで変身するんでね、 OK。 よいしょ。あ、でもこのタイミングのエンマダイ強いな。アレスより吸収入るから、 OK。 オーラ引いていく、勝ったぞこれ、勝ったろこれ、勝ったろ。ランタイ引いて、そしてエンマが変身するか。変身、うーん、俺参上、 OK。 行ってこい。よし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 、素晴らしい。さあ7975か。オッケー、大変ありがとうございました。よし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 。エンマ大王素晴らしいですね。ありがとうございます。いいね、このエンマは強かった、このエンマ強かった。よし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 。あれですね、なんかエンマって聞いたことあるな。なんだっけな、ナルトでそんな技なかったっけ。エンコウエンマみたいなさ、口寄せであれ好きなんですよ。三代目ホカゲヒルゼンがね出すやつ、まあ、そのエンマとは違うかもしれませんけど、エンマ大王様行きましょう。エンマ大王と言ってるな。あとあれだな、ドラゴンボールのね、エンマ大王、俺あの辺を思い浮かべちゃうんですよ。ミスターサタンとね、初代ミスターサタンと同じ声なんですよね。あとギューマーと同じ声てか、ドラゴンボールね、同じ声やってる人結構多くてね、ゴージさんって方がね、もう今亡くなられた方なんですけど、同じ声結構やってるんだよな。あ、これジェンバ派の匂いする、この HP ジェンバ派の香り。おお、エルケス。でもこれデバフ効いてるよ、美味しい。よし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 。これ一回リッチ風車。風車、あん。風車リッチでいいか。風車リッチ打って、サントム X 警戒。これサントム X 来た時にリッチのコンボね、あと取り返せるんで。さあ。夏バラから入りたいかな。夏バラから入って確実に消化の形だけ作って。いい手札サイクル。オッケー、ジェンバ派読み通り。よし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 。でここ夏バラからやりましょう。はい、アルカードか。まあ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 、で X 来る、 X 来たところにエンマ大王合わせたいよ。よいしょ、エンマ大王合わせたいね。エンマ大王合わせたくて、でここ、はい、 X 来るよな。 X 来ない、それとも来なくてもいいよ。来なくてもいい、来ても来なくてもどっちでもいい。悩んでるね。え、来るよね。まあ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 、オッケー。でもこれ取ろう。これ、あ、でもそいつコンボ発動しないんじゃなかったっけ。いや、でも取るよ。俺はそれでも取る。うん、甘えちゃいけん。相手に攻めの形作らせちゃダメなん で次 A さん来ます。いや、でも A さん来ずに角来る場合はリッチが残るんでね、アドはそんなに取られないと思います。で最悪サキュバスもある、これ取っていいですね。
OK。それは閻魔大王最後まで成長しきるんで OK で、で次のターン耐えれるからサキバス切らなくてよくて OKOKOK。なるほど。どうしようかな。これどうしよう。D があるか安牌か。D があるか安牌臭い。安牌ですね。行きましょう。ほい。ほい。で、吸収入れて、毒も入る。で、次のターンで、閻魔大王またさらに成長していく。変身、ちょっとか、変身か。OK、エンデが来る。さあ、これ A にサキュバス打ちたいですね。A にサキュバス打って、吸収入れながら耐えたいですね。待て、ワンチャン、待て。2615の。650だっけ。6000の。あれこれ飛ぶんじゃね ?4715 でしょ。1365。7065。450。OK、これ止めますね。いってらっしゃい。OK、これ止めます。7400。7505か。7505ぐらい出ますね。行ってこい。よいしょ。よいしょ。あ、7555。すいません。計算しました。外したが、まあ、OK。これ飛ぶんでね。こんなんもうサキバス打たなくていいです。よし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 。いいですね。この閻魔大王のおかげで、ここ飛ばせるっていうのをちゃんと計算できるのでかいですね。ちょ、間違えた。普通に間違えた。恥ずかしい。まあいいや。OK、OK、OK。もうサキバスなんて切らなくていいですね。飛ばせるときに飛ばすのが、やっぱ礼儀ってもんだと思うんですよ。なんで、しっかり今のは、吸収と、どこね、計算して、打っていくのがね、大事なんじゃないかなと思います。さあ、てか閻魔大王めっちゃ手駒に来るな。こいつすごいな。どんどん私を PR してと言わんまが、高校ください。よし、ありがとうございます。高校でかい、ありがとうございます。お、トールビナいいけど、チオリーダーはマジでやばい。こういう対面はね、アレスの方が絶対強いですね。正直回復するよりヨダメでゴリ押した方がね、強いところがあるんでね。まあ一旦シェルビー切るか。結構今の環境バフリーダーが多いと見てデバフ結構入れてるんですけど、普通にマデッキもちょいちょい嫌がりますね。あーん、やばい、それマジでやばい。あー、やばい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 です。あー、やべえな、やべえです、やべえな、やべえですね、これ。あーどうしよっかな。いやー、守護切るか。よいしょ。んで、ブラジェの召喚されたらトールが強くなるんで、それ狙っていきたいところも若干ありますかね。ここに打ってくる駒を見て判断しましょう。ああ、守護か。どうしよっかな、どうしよっかな、悩むな。で、これは、はいはいはい、豚さんじゃないと。ああ、これ X 来たい。これ X 来たいですね。ああ、X したい。ああ、X したいな。X しよう。よいしょ。よいしょ。さあ、これ X しまして、で、相手の召喚入ってトールが強くなる。で、ロックされても一応トール出せる形で、相手はゾノバ召喚でこれ吸収したいでしょ。 E4 来るか、 E4 か C2 のどっちか来る。 OK、 C2 来る。 OK、 それ取ろう。よしよしよし。 OK で、はい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 、さあ、ここですね。いらっしゃいませ。あー、あるかとか、まあいいや、トール打ちましょう。よいしょ。さあ、トール君打ちます。よいしょ。いや、トール君強い。トール君が強い。トール君強いが、このトールを通る場合はね、トリプルローラーやめて。やめて。マジでやめて。これビーチ倒すとか来る。やめて。ビーチ倒すとか来たら本当にもう。もう言わんこっちゃないやん。もうやめてっつったべ。やばいって。いやー、これそいつのコンボ防げないし、ちょっと一回火力出しますか。よいしょ。ほい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 。んで、こっちのキャラゴマ、このトール取らせましょう。トール取らせることにより、こっちのキャラゴマ減って、倒すの吸収量も若干減るんで、それ狙っていきたいよ。いや、待てよ。これサッキューバス出るよな、サッキューバス出るな。で、これダブコン防ぎたいな、ダブコン防ぎたい。悩みますね。悩む、悩むよ。これ悩む、めっちゃ悩むよ。おつこ、おつこ。相手トップオーラでしか勝負できない。ワンチャン D1、D1 当てるか、D1 当てましょう。D1 当てて、さあ、これでE4来ます。で、サキバスのコンボ2回使える形作れる。で、これ C1 来たらね、相手倒すのどうせ消えるんで、これ D1 しましょう。D1 打って、システム。やばい。システム。いやー、強すぎ。お前、吸収しすぎだろ。やばで、マンチャル。バーンブラ。いや、これもうロックで釣るぜ。俺、ロックで釣っちゃうよ。釣っちゃうよ。釣ろ。ほら、うい。いや、でも釣っでも次のターンで飛ばない説。待て、今どんぐらい得してるか全然見てない。 OK、 釣っていく、釣っていくのでかい、釣っていくのでかいが、
さあこれでハデスのコンボスキルは使えない。で F3 来るか。 F3 来て、ちょっとサキュバスのコンボスキル意外と出ない。いやいやいや、マイちゃんね、マイちゃん来まして、でここ大事ですね。よいしょ、やばいですね、やばいですよ、やばいですよ。どうしよう、これ4枚かな。ハデスコンボでワンチャン飛ばされるまであるか。こいつコンボどんぐらい出んの。相手のキャラコマ1枚つき、相手のキャラコマ1枚つき、俺自分のキャラコマないでこれ。いやでもこれ4枚だな、4枚な気がするわ、4枚な気がする。削らねえとやっていけん。よいしょ、4枚打ちまして削ります。さあ次のターン、サキバスコンボでワンチャン飛ばしたい。手ゴマジこれって、 B ゴマ来いって。 B ゴマ入ってんの、わからん、わからんけどこれしかない。ただ S ゴマ2枚切った。事故れって、事故っとけって、事故っとけって事故っといていって、お願いだから、お願いだから、ロックとか来い、ロック。あーでもロック怪しいか、吸収入るもんね。あー、いやこれはね、これは引きによっては勝てる。春とかでもいける。春引け、春でいい、もう春で十分。あー待って、物理怪しい、いや待って、なんならこれで OK、なんならこれで特殊入るからいけるか、意外と軽く出るね。よしよしよし、危ないですね。ナイス、 D1 のサキバスがうまく刺さりましたね。危ない、普通に危なすぎ、危ない橋当たった。ちょっとあれですね、フラグ回収したんですけど、よかったよしよしよし、まあ、ちょっとこの試合はね、エンマちゃん比較なかったんですけど OK です。怖かった今の試合、マジチオリーダーなんてもう当たりたくないですね、当たりたくないよ。さあどんどん行きましょう、ロンドン行くよ俺最近これ好きなんですよ、ロンドン行くよ。まあ今こんなね状況でロンドンなんて行けるわけないんですけどね。はい、さあ来ました、ラニーリーダーで高校引くと、夏ボラ OK。 さあ初手なんですか、初手からジェニーとか一番怖いけど入って、おー初手からスキル不発、これをあれですね、金アラとかブランジャッタの香りがしますね。金アラとかブランジャッタ持ってるっていう顔してんな。やっちゃうよみたいな顔してる。それかバハムートワンチャン持ってんな。でもこのミサトを張ることによりここバハムート打ちにくい、あの 1.56 倍しかないんで。で流食入ってる HP じゃない、わからんけど、ラニッカエンの可能性も全然あるから、ちょっとね全てに疑いを持っていきたいですけども。あーブレスドに22プラス振ってるのか、やるな、いや違うか、もうちょい振ってるのかわかんない。よしよしよし、ブラジーよ、ブラジーが良くて、よいしょ、でシルビーもいい。でここで一番右の駒がバハムートか、あと金アラの二択かなと思います。それかティルト、いやでもティルトだったらショット打てるな、やばい、そこでオーラ引くなって、あー何かよ、待って俺夏ブラ打っちゃったよ、予想外です、まずいよ、まずい、予想外です、どうしよっかなこれ、いやーきついな、待て、守護かな、なんか罠ゴマ張られるのもだるいし、一応シルビエ限界ギリギリまで取っときたい感じがするんですけど、ちょっとしんどい、夏ブラ召喚がぶっ刺さりピーポー、やばい、全部吸われる、痛い、キチー、ここエンマ大王様、エンマ、ああ口寄せの術失敗、ここで口寄せの術成功してたらエンマ出せたのに、ああ渋いって、いや持っていかないで、なんでよ、これあれじゃん、魔人ブーニーに毒殺しようと思ってさ、毒入りのチョコ渡したら、あれですね、普通にこれうまいなっつってさ全部食われた時の気持ち、やられた。まあでもこれシルビア打ちましょう。でコンボ2枚出るのやばない、コンボ2枚出るんですけど、まあ言うて E6 打つ余裕はない、こっちも削らないといけないんで攻めの姿勢を崩さずにいきます。いやしんどいな、これあれでしょ、ラニカインでしょ、ここに A2 にアベルとか来るんでしょ、もうそんな気がする。あーアベルどころか、きつい、ちょ待て、マジできつい、やめて、なあ父ちゃん、いやーこれ父ちゃんいいぞ、あのロックなんて打ってる暇ね、父ちゃん打ってちょ削りに行かないと間に合わないですね。よいしょ、でティルート効いてるんで、ティルートじゃないわ、リリティ効いてるんで、あれですね、シルビーも効いてるし、リーティ効いてるんで、エンデが打ちにくい。で、ロックから出す駒としても、OK。これは反転しますよ。反転していく。
なんかワンチャンこれ倍速圏内入らない？ワンチャン入らない？んーおら、おー意外と出る、意外と出るよ、意外と出る。で2400でしょ、ライフバカ？3400でしょ、2枚返しの500の2500出るんだっけ、2500出るよな、6000、飛びますね。よし、ラーニー追ってるもんな、ラーニー追ってるよな、オーケー勝った、ラッキー、よし。多分エンデガとかと固まったんでしょうね、危ない、よし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 、危ないですね。セーフ、ギリギリセーフですね、よしよしよし。怖すぎでしょ、まあでも通るっといてよかった、この通るでビビらせるのがマジで大事ですね。よし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 、さあ8連勝でかいですね。あのエンマ大王引かなくても勝てるのはなんでなんですかね。なんでエンマ大王引かなくても勝てるんでしょうか。さてはさては、デッキが強いな、デッキが強いですね、はい。よし行きましょう。さあ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 、次は何が来るんだい。うん、マフェリか。あ、でもマフェリはね、エンマちゃんがねいい仕事するんだ。うん、エンデガ初手から来ますか。どうしよっかな、サキュバスな。いやーこれあれだな、初手ロック来た時に夏ブラ引いたらだるいんですよね、リッチとか。エンデガ切っちゃいますか。でマフェリアに対してサキュバス打つっていう安定行動しましょう。エンデガ持っといてもいいんですけど、言うてマフェリぐらいはね。うーやばいって、しかもそのプラスマ、うわーヤクザヤクザ。ちょっと待ってよ、確かセクメントってあれだよな、あれがあれするんで、あれがあれするから、うわー上逃げたくな、上逃げたくな、上逃げたくな、上逃げたくないけど、もう上逃げるか、うん、あのセクメントのコンボでねヴィーナス乗られるからあれかなとか思ったんですけど、受けようかなと思ったんですけど、逃げません、いや逃げる、いやいや受けません、逃げる、これ逃げる。 F4 マフェリとか来てくれた方が逆に気持ち的に嬉しい説もあるか、どうだ、知らんけど知らんけどね。一回逃げましょう。これちょっと逃げる。うん。あ、ひずいね。ちょ、呪い多い。呪い多い割に HP が高い。これ絶対プラスガチ勢だな。オッケー。んで、これは C2 かな。マフェリアで根核作られたくないんで、そいつは取れないですね。よいしょ。ほい。さあ。まあ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 。手札はね、まあまあいいんですよ。手札はね、結構いいんですけど、どうする？このリリティエは仕事しなそうなんですが、まあ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 、言うて F4 マフェリが安牌じゃないですか。マフェリ変置きしたいんじゃないですか。マフェリ変置きしたいんとちゃいますか。めっちゃ悩んでる。どうする。うん、取ってくる。マジか。あくまで乗ってくると。嫌ですね。非常に嫌。ああ、通る乗られる。これも父ちゃん打つしかないな。ロボ父ちゃんするか。ロボ父ちゃんするしかないですね。これどうしようかな。ロボ父ちゃんするしかない。ダブコン許容するぜ、俺は。こっち。よいしょ。うら、うら。根格通るよ。で、F4 にマフェリ打ってくる。で、E6 にエンマ大王様かまして。でもエンマ大王様3ターン効かないな。でもいいや。構わない。これ、攻めの姿勢ですね。攻めの姿勢。よいしょ。で、これでエンマ大王を取らせる動きをすることにより、トールのコンボスキルを4000まで出せる状況まで作っておいて、ただ、罠駒怖い。罠駒が一番怖いな。罠怖い。罠怖い。罠やめて。罠やめて。罠だけはやめて。やめろ。やめるんだ。いや、この、あとこれロック、やってくれましたね。やってくれましたね。ちょっと待て。これどうしよう。エンマ様取られる。だってこれ飛ばないよな、そもそも。4000、6500、7000、飛ばないですね。しんどい。どうしようかな。ちょっとこれ、しんどいな、しんどいな。いや、ビナで当てるか。ビナで当てよ。ビナで当てて、罠回収しながら。よいしょ。ほい。で、このビナを取ることにより、エンマ様を次、延命して、1000の特殊ダメージを与える状況を作りまして、で、毒入れます。でロックされても夏ブラってて、あれもう、いや、いけるはず、いけるはず。もう信じろ。信じる。エンマ信じる。エンマを信じるぞ。ビナで当てて罠回収しながら。これしかない。これしか俺には浮かばない。で、エンデが切ってて、ワンチャンパイセいけ。まあ、ここ多分耐えれると思う。相手の一撃耐えれると思う。耐えれると思うんだが、取るしかないでしょ。取る以外選択肢あるか。待って。この吸収やばいな。1000の吸収。それ世界救う。やばい。やばい。やばいやばい、俺ハル打ったっけ。ちょっと待って、なんかいけ。バイセ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 。変身。
うおー激アツかよ。俺が主人公です。どうもおはようございます。どうも主人公と申します。これが主人公です。ありがとうございます。よし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 、あぶねー。ジジエンマ大王さん、ありがとうございます。まあ、これでねヴィーナス取ったらエンマ大王がね最終形態に変身するっていう打ち方したんですけど、まあうまく刺さりましたね。よし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 、あぶねー、マジで怖い。さあもう一回いきますか。これ勝ったら10連勝いきましょう。どんどんいくよ。ロンドンいくよまた言っちゃった。ロンドンいくよ、いくよ、どんどんいくよ。いやちょっと今の守護者は怖かったな。マジで怖かった。怖さしかなかったが、まあ、うまく刺さりましたね。よしよしよし、ラニやっぱラニ多いね。ラニ結構当たる。いらっしゃいませ。はい、よしよしよし。サーキュバス引いててヴィーナスアルトで、ね、ラニ火炎かどうかがね分かんないんだよな。あーオッケー、コンバート、コンバート打ってくるってことは混合です。混合って分かっただけでも収穫かなと思いますね。いやーロック切りますか。もうしょってロック、この乱量切った後なんで、まあ、大した駒は出せないんじゃないでしょうか。さあよいしょ、ワンチャン金やらせてね。金やら来い、金やら、金やら来い。これ発動しないから不発。あー夏ブラか、悲しい。間違いない。いらっしゃいませ。リッチなー、まあ、リッチアンパイですね。リッチ打ってよいしょ、毒をね継続的にチク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 入れて、で夏ブラの召喚入ります。さあこれ大事ですよ。お悩みのご様子、エンデが切ってくると。オッケー、美味しい。このエンデが美味しいが、金やら引いてなくてバハムートを持ってる可能性が非常に高い。うん、これはねアルカデックスしたいな。アルカデックスしますか。よいしょ、夏ブラをドリルさせたくないんでね。よいしょ、こっち打ちまして、でサキュバスもあればヴィーナスもあるんで、防御札はね割りかしあると思います。さあ夏ブラか。うん、なるほど。あそこの召喚強いな。あ、いやどう、いやそうでもないか。あー、うん、あーあーでも強いな。それ強い。うんうん、うんですね。おつけ。ミサト。悩ませてくれますね。X ミサトってもな、取られて終わる、取られて終わる。F3、3枚返し、もうアドバンテージ取りにくい。いやー、これ悩むな。でも、その罠駒だるいな。罠駒だるい。うん、取りましょう。サーキバスで取りましょう。リリティエの可能性も全然あったんで、ちょっと怖いんで、これ取りまして。さあ。言うてね、今、あ、でもサキバス打たなくてよかった説ある。さらに罠駒おかわり。やばいな。それはね、多分それリリティエですね。リリティエですね。リリティエなんで、コンボスキル発動させたくない。ミサト一回打って、まあそうだよな。オッケーオッケー。この毒でじわじわ削るよ。じわじわ削って、で、オーラは引いてない。オッケー。で、右ウェックス来るか。右ウェックス来て、まあ、このヴィーナスで返し、あ、でも右ウェックス来ないな。待って、ジェンバ派か。まずいって。まずい、ジェンバハまずい、しんどいよ、ジェンバハしんどい。どうしよう。はい、さあちょっと待てよ、考えろ、考えましょう。ヴィーナス打ってからバイスで飛ぶか怪しいか。うん、守護打つか。守護で当てて、もうバハムート引かれてたらしゃーないゲーミングして、よいしょ、でんよしよし削ります。で相手は A2 から打つ場合はこのマナゴマがあれするんでだるいはず。なるべくこの罠を発動しないようにしたいけど、 OK。 さあここ頼むぞ。ここであのエンマ大王、ここエンマ大王、ここエンマ、エンマ、辛い。バハムート来たらどの道死ぬ。ゲーミング夏ブラ打った後にでも飛ばせはしない。ならヴィーナス切るしか選択肢はないな。多分リリティ開けるしかねえな、開けるしかねえな。これ次飛ばせないんですよ、こいつ打っても。で2手、3手以上かかるんで行くしかない。よいしょ、もうバハはバー来たらもうドンマイ。でもエンデが切ってるしな。もう一番右の駒バハ衆がやべえですよねすいません。これはでもな、なんかブラジャ切っても勝てるビジョンがなかったですね。あ、でもシルビエとか引いたらワンチャンあったんかな。まあちょっと下手こきましたね、すいません、下手くそでした。まあまあまあしゃあないですね。ということで10連勝はできませんでした。惜しいですね。まあでも結構勝てました。普通にね、エンマでも良かったですね。でも今のエンマ大王引いてからのあれだったら結構良かったですね。ああ、でもあれだな。F3 ビナだったな。こいつの使い方下手くそでしたね、今のは。F3 にビナ打って、ブラジェが 1.2 倍しか出なかったんでね。F3 ビナだったな。ごめんなさい、下手くそでした。最後の試合めっちゃ下手だったな。あれ、サキバス打ったのマジで、よろしくなかったんですけど。まあまあ言うてね、それまで割と安定して勝てたんで、よかったら皆さんもね、このメヒスト使ってみてください。
まあ、普通にね、ありだとは思います。なんかなしではないですね。これはこれでなんかマデッキ対面とかで強気に出れるんでいいかなとは思うので、よかったら使ってみてください。ちょっと最後の試合は反省するところが多すぎるんですけど、まあそんな感じでね、今後もやっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。この動画面白かった方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。